皆さんこんにちは。愛犬家住宅を推進しています、セラフ榎本です。愛犬との暮らしに関する些細なご相談から受けたまわります。お気軽にご相談ください。今回はダブルコートのご紹介をいたします。ダブルコートとは、紐がアンダーコートとオーバーコートの二重構造になっていることです。年に2度換毛期と呼ばれるアンダーコートが大量に抜けるシーズンがあります。日頃からのブラッシングが大切なようです。該当する犬種は、写真のような柴犬やゴールデンレトリバー、キャバリアキングチャールズスパニエルです。他にはポメラニアン、フレンチブルドッグ、パグなども該当するようです。以上でダブルコートについてのご紹介を終わります。愛犬との暮らしに関する些細なご相談から承ります。お気軽にご相談ください。